スノーマン・プーマ第3弾。目黒蓮、ジャンプが高くなりすぎて、顔が見切れてしまいました。LQD フラッシュ、リキッドフラッシュを履きこなす、スノーマンのメンバー。スノーマン・プーマキャンペーンの第3弾が4月13日より開始。スニーカー、LQD フラッシュ、リキッドフラッシュに焦点を当てたビジュアルと、オリジナルムービーが特設ページで公開された。 同キャンペーンのコンセプトは新しい一歩を一緒に。で、ビジュアルとムービーでは l q d フラッシュ、リキッドフラッシュをそれぞれのスタイリングで履きこなしたスノーマンメンバー9人が春の新しいシーズン、新しい世界に飛び込むワクワクした気持ちを表現しているという。メンバーの岩本ペラ氏はスニーカーについてジャンプして着地した時の吸収性が良く、 ダンスやアクロバットな動きをする時も動きやすく、自分の動きにしっかりついてサポートしてくれるシューズだなと思いましたとコメント。メグロレーンは履き心地が良く、ジャンプが高くなりすぎて顔が見切れてしまいました。それくらい履き心地が良かったですと語っている。